番レースも6号艇ババヨシアが回り込みを見せます。スタート展示では2コースに入りました。本番レースはどうなるでしょうか。ホームの追い風強さを増してまいりまして、この強風のためこの第11レースから安定版しようということになりました。2日目の攻防、これより第11レース予選競争です。1号艇安河内翔、2号艇池田浩二、3号艇中田健太、4号艇森高一馬、5号艇北村誠司、6号艇馬場芳也です。ここはなんとか流れを変えたい6号艇馬場芳也がコースを動いて2コースからの戦いということになります。しかしがっちりと枠番賞インコースに入ったのは安河内翔です。今日の1走目、惜しくも前が詰まって大きな着とはなりましたが、まくり差し攻撃、俊敏なレースを展開した1号艇安河内、そして2コースに6号艇馬場芳也で間隔を空けました3コースに2号艇池田浩二です。確かな技術、そして的確な位置取りでここ2走は道中押し上げての3着船券絡みとしています。角4コースには3号艇中田健太、5コースには4号艇森高一馬、6コースには5号艇北村誠司。今日の1走目、角4コースから巧みに回っての2着連帯でありました。第11レース予選競争安定版装着、1番6番2番ダッシュ3番4番5番でスタートしました。内3艇が揃ってのコースタート、1号艇安河内、6号艇馬場、2号艇池田浩二です。4号艇森高も思い切って攻め立てますが、インから先前1号艇安河内翔がここは押し切ったが早くも独走態勢。2番手は2号艇池田浩二に内から3号艇中田健太、5号艇北村誠司と3艇横並び、後方6号艇4号艇、第11レーススタート正常です。2番手接戦も先頭は抜け出して1号艇安河内翔、2番手内から5号艇北村誠司先手を取るが、さばいてきた2号艇池田浩二がここで単独2番手大きくリードを取った。3番手5号艇北村誠司に最内から6号艇馬場芳也が差を詰めてくる。現在のところ上位体系は1番2番5番です。レースは2周目1マークへと向かいます。3番手から潜り込んだ5号艇北村誠司が追っつけていくが、2号艇池田浩二は握ってかわした。3番手は5号艇北村誠司、上位体系は1番2番5番の体制。3点審査、4番手には4号艇森高一馬が浮上、後方6号艇3号艇となっています。上位体系は1番2番5番2周にマーク、先頭でクリア1号艇安河内翔、2号艇池田浩二が2番手、5号艇北村誠司が3番手、上位の体系1番2番5番、内をついて4号艇森高、外から6号艇馬場芳也も粘りますが、3番手は5号艇北村誠司が3点審リード、1番2番5番最終周回に入っています。一定審前後の的確なスタート押し切りました。1号艇安河内翔先頭、3周1マークから向こう上面2号艇池田浩二2番手、3番手は5号艇北村誠司がリード、上位体系は1番2番5番の体勢。このままで決まると3連単、125は 58.7 倍となっています。後方4号艇6号艇3号艇が続いて最終コーナー、このレースから安定版装着となりました。2日目第11レース予選競争、1号艇安河内翔先頭、2号艇池田浩二2番手、5号艇北村誠司が3番手、1番2番5番先頭、1番安河内高知ゴール、2番手2番池田、3番手は5番北村ゴール、6番4番4番6番接戦、ラスト3番中田ゴールです。